ロシアがウクライナに侵攻した24日、主要7カ国 G7 は同日、緊急の首脳会議を開き、直ちにロシアへの追加制裁を発表しました。アメリカのバイデン大統領は、プーチン氏は侵略者だ、その代償を払わせると述べました。ロシアの準同盟として中共は、西側諸国の制裁下で、ロシアを経済的に支援するのでしょうか そして中国共産党中共も制裁を受けるのでしょうか。本日はこれらのテーマについてお話しします。まずバイデンアメリカ大統領が発表した制裁措置について見てみましょう。その内容はロシアのアメリカドル、ユーロ、ポンド、円での取引能力の制限、ロシアの軍事関連能力への資金提供と開発の停止、21世紀のハイテク経済におけるロシアの競争力の低下、 合わせて約1兆アメリカドル、約115兆円の資産を保有するロシアの銀行への制裁などです。制裁の詳細は、ロシアの銀行セクターの総資産の約3分の1を所有する、ロシア最大の金融機関であるスベルバンクと、その子会社25社のアメリカ金融システムとのつながりを断つことなどです。他のロシアの大手銀行4社も制裁を受けています。 では、ロシアへの制裁措置に対して、中共はどのような態度をとっているのでしょうか。そして、その結果はどうなるのでしょうか。中共が制裁から逃れるために、ロシアに手を差し伸べる可能性があるという分析もあります。また、ロシアのウクライナ侵攻が始まる前の、プーチン大統領と習近平の温かい交流から見て、何らかの暗黙の了解や約束があった可能性があります。 北京冬季五輪が開幕した2月4日、プーチン氏と中共総書記の習近平は、両国の新たな戦略的パートナーシップの確立を発表しました。両者が署名した共同声明では、両国の関係は冷戦時代の軍事・政治同盟モデルを超えており、友情には限界がなく、協力できない領域がないと表現しています。 つまり、両者はすでに底なしの協力体制を明確に示しています。また、ローは、より広範な経済協力の計画を発表しており、特に石油やガス分野の取引額は、1170億アメリカドル、約13兆4500億円を超えています。30年間の契約条件として、ロシアは新しいパイプラインを通じて、中国に年間100億立方メートルの天然ガスを、 追加で供給することになっています報告されている数字によると2020年中国はすでに原油の15.4%ロシアから輸入しており天然ガスもパイプラインガスと液化天然ガスを合わせて全体の7.6%ロシアから輸入していますロシアメディアによると現在ロシアは中国への石油輸入において サウジアラビアに僅差で次ぐ第2位の供給源となっているとのことです。従って中国はロシアの石油、ガスにかなり依存しており、両国間で進行中、または計画中の石油、ガスパイプラインプロジェクトがあります。2月22日にはカナダ5大銀行の一つであるモントリオール銀行もレポートを発表し、ロシアの商品輸出はいずれ欧米から中国にシフトすると予測しました。 ロシアは今後数年間、毎年1億トンの石炭を中国に送ることを約束しています。石油、ガスに加えて中国の石炭不足もロシアによってある程度緩和されるようです。中国メディアの言葉を借りれば、路中のエネルギー協力はウィンウィンの関係です。では、この重要な資源の連携を持つ中国は、欧米がロシアに制裁を加えたとき、 経済的にロシアを支援するのでではないでしょうかロシアからすれば、もし欧米がロシアに対して、銀行やエネルギーの制裁を行った場合、中国との経済協力を事前に深めておくことで、欧米の制裁の影響をある程度、相殺することができると思われます。一方、かつてアメリカのイラン制裁の場合、イランに制裁を加えた後 中国とイランとの貿易契約の実施に各方面から抵抗があり、実際には非常に困難でした。そして制裁を受けた国と貿易関係を維持した結果、その国も制裁を受ける可能性が高いのです。2月17日、アメリカフォーリンポリシー紙に、イギリス国防シンクタンク上級研究員のアーロン・アーノルド氏の記事が掲載され、ロシアがウクライナに侵攻した場合、 中共に制裁を加えるべきである。それによって北京からの経済ライフラインを欧米が破壊するかもしれないことをロシアに示すことになると主張しました。アーノルド氏は、ロ中の共同声明が出されたタイミングは偶然ではない。少なくとも短期的には、ロ中の関係強化が欧米の制裁の影響を緩和する機会をプーチン氏に提供することになると主張しました。そして彼の言う通り、 記事発表から数日後ロシアーノルド氏はアメリカはとにかくロシアが欧米の制裁を逃れるためのあらゆる手段を立ち中国の機関に対する二次的制裁を準備しアメリカの利益への打撃を抑えるよう努力しなければならないと考えています実際ワシントンはすでに中国政府関係者にアメリカの禁止規定に違反して ロシアに技術を輸出した中国企業は厳しい制裁を受けることになると警告しています。中国のハイテク企業のファーウェイはアメリカからの制裁の威力を身をもって感じました。以前アメリカはイランへの貿易禁止に違反したとしてアメリカ企業がファーウェイにチップを供給することを禁止し、その結果2020年のファーウェイの売上高が30%近く減少したことがありました。 また中共がロシアに提供できる経済的支援は限られているという分析もありますドイツ新聞社フランクフルター・アルゲマイネ・ザイトングの記事にはロシアが失ったヨーロッパ市場のうち中国が補えるのはごく一部であると書かれています昨年はロ中の貿易額が36%増の1470億アメリカドル約17兆円に達しましたがロシアと EU の貿易額は 疫病の1年でも1740億アメリカドル、約20兆円と高水準であり、ロシアと EU 間の貿易がより重要であることを示しています。記事によると、ロシアは中国に毎年約110億立方メートルの天然ガスを輸出している一方、欧州には1850億立方メートルのガスを輸出しているといいます。したがって、ヨーロッパ市場を失えば、中国市場では近い将来、 ロシアがこの大きなギャップを埋めることは難しいでしょう。またドイツベルリーダー・ツァイトング氏はゲストコメントを掲載しこう述べています。プーチン氏が西側陣営との対決で北京の支持を期待しているが、実はプーチン氏は中共が仕掛けた罠にはまることになる。評論によると中共はロシアを守るために公然とアメリカに挑戦し、それによって自国の繁栄を断ち切ることはない。 ロシア経済を救うために多額の投資を行い、欧米の制裁によって生じた大きなギャップを埋めることもしない。逆に中共はロシアと西側の対立を可能な限り低いコストで維持し、西側が中共のもたらす戦略的挑戦を考慮する暇を与えないようにするというのです。中共が提供する最低限の支援は、プーチン氏がクレムリンに留まるために必要なものであり、 それもプーチン氏の唯一の要求ですしかしプーチン氏が中共の仕掛けた罠にはまるかどうかはわかりません路中の歴史において中国は旧ソ連や現在のロシアから何のメリットも得られませんでしたウクライナ戦争による路中の変化の可能性を分析した上で中国とウクライナ間の状況について見てみましょう近年中共当局はウクライナへの投資を増やし 同国から多くの軍事技術を獲得しています中共にとってウクライナは戦略的な関心事ですその理由としてウクライナの地理的位置欧州連合との自由貿易協定鉱物農業資源の供給中共の防衛上の重要性などが挙げられます中国のデータによると2019年末までに中国企業のウクライナへの直接投資総額は 1>, 1億5000万アメリカドル、約172億5000万円に達しました。在中国ウクライナ大使館によると、2020年の第1から3四半期に中国企業がウクライナのプロジェクトに7570万アメリカドル、約87億円を投資しました。しかし、ロシアとウクライナの危機の高まりは、北京のウクライナにおける経済的、防衛的利益にも不確実性をもたらしています。 ウクライナ国家統計局のデータによると、2019年に中国はロシアを抜いて、ウクライナ最大の単一貿易相手国となり、2021年には貿易総額が189億8000万アメリカドル、約2兆1800億円に達し、2013年と比較して80%近く増加するといいます。2021年のウクライナの対中輸出は、 鉄鉱石、トウモロコシ、ひまわり油などの商品を中心に80億アメリカドル、約9200億円に達しました。ウクライナの中国からの輸入は主に機械類と消費財で、合計109.7億アメリカドル、約1兆2600億円です。ウクライナは中共の一帯一路プロジェクトの重要な拠点でもあり、2020年には、 融資やインフラ事業などの分野で協力を強化する協定に調印していますソ連崩壊後ウクライナは旧ソ連の軍事技術を大量に受け継ぎ中共はその恩恵に良くしていますデジタルニュースプラットフォームユーラシアンタイムズは中共の一帯一路のパートナーであるウクライナが混乱に陥れば中国の模倣兵器生産に害を及ぼす可能性があると報じています 北京の模倣兵器産業はウクライナの最も価値のある防衛関連企業に大きく依存していると同志は述べています。さらに北京はすでにウクライナの最も価値のある防衛関連企業を買収し、その企業や人材を中国に移植しようとしています。これまでの動きも懸念されています。北京の狙いは航空エンジン技術など、 中国が依然としてロシアからの輸入に頼っている分野に対応することです。つまり、中共は他国がウクライナの工業力を軽視していることにつけ込んでいます。昨年、ウクライナの防衛関連企業を買収して大きな話題となったのは、中国の国有企業、新ウェイグループです。しかし、ロシアとウクライナが戦争状態にあるこの時、2月22日、 北京の裁判所が突然、新ウェイグループが破産手続き開始と発表しました。しかし、新ウェイグループは債務超過であるにもかかわらず、ウクライナの航空エンジン資産の買収を引き続き追求すると裁判所に伝え、グループ再編の可能性があることを表明していました。では、なぜ新ウェイグループはそこまで破産生産に抵抗しているのでしょうか新ウェイグループの関係者はこう述べました。 破産が生産されれば、新ウェイグループとその実質的な所有者のワンジン参加の北京天協航空産業投資スカイリゾンの本体は存在しなくなり、ウクライナのモトールシーチ社に支払った買収額は回収できなくなります。では、ウクライナのモトールシーチ社とはどんな会社なのでしょうか買収とはどういうことでしょうかウクライナ唯一の航空エンジンメーカーであり、 旧ソ連で最も重要な防衛関連企業の一つであるモトールシーチ社は、高水力エンジンの製造を得意としており、航空製造の分野で動力工程と呼ばれるほどの名声を得ています。2014年以降、ウクライナとロシアの関係は完全に崩壊し、両者の軍事貿易は完全に停止しました。その結果、モトールシーチ社は打撃を受け、経営危機に陥っていました。 2016年、中国人富豪のワン・ジンの北京天協航空は、モトール市市の株式56%の購入を申し出、今後数年間で少なくとも2億5000万アメリカドル、約287億5000万円を投資すると約束しました。しかし、中共軍がウクライナの航空技術を獲得することへの懸念から、ウクライナの国家安全局、裁判所、 独占禁止委員会によって買収が阻止されました。また、ウクライナ大統領は、天境航空とその実質的所有者であるワン・ジンを含む中国企業4社と中国人3人に対する制裁を科す法令に署名しました。また、取得を阻止したのはウクライナだけでなく、アメリカも中共の急速な軍拡につながるとして反対の声を上げました。現状では、昨年11月に、 北京天協航空がハーグ仲裁裁判所にウクライナが中国とウクライナの二国間投資協定に違反しているとの判決を求めウクライナの準外貨準備高の4分の1に相当する45億アメリカドル約5175億円を請求する仲裁事件を起こしたと発表しています。しかしししか多くの分析は、たたととえ北京転航空が勝訴したとしても、 そのような法外な賠償金を得ることはできないだろうと考えていますそして今新ウェイグループは破産生産手続きに入りましたそれでも新ウェイグループはモトールシーチ社の買収を推し進めようと考えていますがロシアとウクライナの戦争を背景にこの願いはさらなる不安要素に満ちていますなるほ今天的分享就到这感謝您的收看我们明天见